おはようございます。今日も来ます。意識低い系普段着物なるです。おはようございます。いつも通りの半襦袢姿です。さあ、早速今日も着替えていきたいと思います。今日は動画では初ですよ、初。今持ち上げた、くちゃくちゃってなった。初ですね。ポリの着物を着たいと思います。一重のポリですね。島で、これ裏もね、こう染め抜かれてるタイプのポリです。一重のポリ。私はポリ着物から入った人なので、ポリ着物最初の頃は愛用しておりました。木綿もリサイクルでないしね。そう、これ買ったのはほんと着始めて最初の頃でしたね。洗えるし、すっごい重宝して、ポリばっかり買ってたな。手が出る値段のものもポリばっかりだったし、証券のクリーニング代考えるとね、証券は買えないなーって思ってたから、そう、ポリ結構買いましたね。それこそ一番最初に買ったのもポリの着物だと思うんですよ。ポリの着物もね、今ぐらいの時期だったら、梅雨寒みたいな時期だとね、重宝しますよ。湿気あるから静電気も来ないしね。あとは裾さばきもね、いいですね。やっぱ静電気のシーズンには弱いんだと思うんですけど、今は静電気もないので、私はいいんじゃないかなと思ってます。そう、シワ取りやすいしね。シワはほんと取りやすいですね。あとは、すごい安価で出回ってるし、身丈がね、長いものが多いので、背が高い方とかは、いいかもしれないですね。リサイクルで証券の紬とか買って、クリーニングどうしようって悩むんだったら、私はポリの着物の方がおすすめでございます。ポリの着物もね、人それぞれによって好みはあるので、一概にダメとも言えないし、いいですよとも言えないんですけどね。まあそれぞれ得手不得手はあるんですけど、まあ一重の軽い、なんだろう、ちょっと、でも合わせよりは着やすいのかな。合わせのホモギ着た時よりは私のこっちの方がはるかに着やすいですね。やっぱり軽い一重なので。これはね、着やすいですね。着心地も軽いしね、すごく。毛嫌いせずに試してみてください。試せる人が。こっちの方が私には合ってるわっておっしゃる方もいらっしゃるっていう話なので、リサイクルのお店の方とかとね、喋ると。やっぱり手入れが楽っていうのもあるし、それこそ一重のシーズンはね、ポリしか着ないっていう人もいたりするよなんていう話も伺ったので、いいかもしれないです。ただね、ここの処理がね、この脇ですね、ここの処理が、木綿に比べてシビアかなと思います。ここがね、どうしても綺麗にうまくいかない。止まっててくれないので、この辺で。この処理がね、難しいかなとは思いますね。ただ着てて、動いて家事をしてて、ずるずるずるって落ちてくるとか、そういうことはないですね。腰紐さえちゃんとかけておけば、私は特にそこまで不便を感じたことはありませんね。私がいつも言って言われるのは、なるちゃんは小さいから 大きいんだよね、ポリの着物は、っていうのは、よく言われます。身丈160センチぐらいのものがよく最近は出回っ
ってるみたいで、私は身長が今150センチ以下になっちゃってるかもしれないんですね。150センチあるかないかなので、そうするとポリよりも小犬の方がサイズ的にはぴったりだったりするので、そこをどうするかっていうのはありますね。小さければね、小さいなりに悩みがあるんですよ。いろんなところに手が届かないとかね、そう、脚立が手放せないとかね、みんなないものねだりですね。大きくても大変だし、小さくても大変だし、標準とか平均っていうのはね、素晴らしいことなんですよ。何を言ってるんだろう、私は。そう、やっぱりここがね、木綿に比べて私はシビアだなと思いますね。ここの処理が。見えるかな？ここですね。ここの処理がね、シビアだなと思います。正絹の着物着てもそれは思います。ここがやっぱり木綿に比べてすごくシビアだなと思いますね。ああ、軽い。軽いんですよ、本当に。で、帯は今、また持ったらばらけちゃったね。今日はこっち、トランプの柄の帯ですね。これはもうポリの帯です。これを締めたいと思います。今日はおとなしく、かるた結びです。あ、こっちが下か。どっちが下かな？どっちかな？ にありません？こういう。え、どっちが上って分かんなくなる帯。私ね、あるんです。特にポリの帯が多い気がします。どっちが上でどっちが下か分かんない。縫い目構造がよく分からないやつね。今日、真ん中からどんどんずれていくね。いつもと違う位置でね、ちょっと撮ってるんですよ。本当に数十センチずらしただけなんですけど、なんか立ってる位置が慣れない。こうポリの小袋帯はどっちが上でどっちが下か分かんないようなものになってるのにたまに出会いますね。違う？え、こっちも縫ってあるよみたいな のもあります。そう、個性が結構やっぱ強いですね。洋服みたいにこう一元化されてないというか、セオリーはあるんだろうけど、ある意味自由な世界ですよね、非常に。面白いなと思いますね。よいしょ。ちょっと歪んでるけど、まあいいか。まあいい、まあいい。そう、おおらかな気持ちが一番ですよ。まあいいやっていうね。そう、それぐらいの気持ちでいきましょう。よいしょ。ね、着付け師さんじゃないですしね。式服でもないし。これぐらいでいいやっていう気持ちは大事かなと思います。よし、こうしよう。今日はこれでいいや。羽の大きさとかもね、結構折ってたたんでこれぐらいかなって見て、うまくいかないとそこでまたちょっと変えたりとかね、しながら着ますよ。よいしょ。どうかな。これね、この着物は名古屋帯と合わせて確かコーデして、リサイクルショップで買ったんですけど、家でね、名古屋帯まではちょっと私は結び気にならないので、そう、お太鼓まではね、お太鼓はいいんですよ、別に。帯揚げが本当に苦手なんですね。全然決まらなくて。だから、よいしょ、名古屋帯は。あまり家では締めたくない。出かけるときは積極的に締めようと思うんですけどね。礼装するときにこうねじる感覚とかを忘れないようにするためにね。そう、帯揚げは今日はこの子です。この辺のこの小豆色と合わせたイメージ。ちょっとね、帯と同化しちゃうんですけど、まあそれもそれでありかなっていう。あんまりね、こうカラフルなコーディネートを好まないっていうのもあるし、もともとはね、ワントーンのコーディネートとかをしたいんですけど、ワントーンのコーディネートってね、結構やっぱ難しいんですね。お洋服界でもそうだと思うんですけど、ワントーンってすごく難しくて、そう考えると、こう、
ちょっと帯と同化させて、本当はね、差し色がいいんだろうけど、今日はちょっといい感じに差し色になるものが見当たらなかったので、全体的に暗めでトーンをとっております。この帯締め長いよね。ずいぶん長くない？ いつも使ってて今日まで思わなかったけど、なんか長いね。まあいいや。はい、今日はこんな感じです。軽い。本当に軽いです。めちゃくちゃ軽いですよ。史上最強の軽さかもしれないです。これは。軽い。本当に軽いですね。そこの軽い着心地が本当に好きなんですよ。なんか何も着てないに近い。語弊がありますけどね。別に何も着てたくないわけじゃないですよ。で、ただ、何も着てないぐらい軽い、肩とかも軽いし、スカスカしてる感じが、ものすごく好きですね。これは好きです、この着物。そう、しかも私には珍しく縞なんですよ、これ。あんまりね、こう、腰は得意じゃなくて、こう、縞でもこう、地味めなものとか、結構シックなものが好きなんでしょうね、やっぱりね。で、やっぱこう、この辺とかのね、シワがシビアですね。そういう意味では、この辺でこう、生地同士が噛んで止まってくれる木綿との違いっていうのはすごく、久しぶりに着たらわかるね。これが当たり前だと思ってたから、最初の頃。そう。で、補正も腰だけ。で、後ろもちょっとくしゃっとするけど、まあ、私には許容範囲かな。身丈がだいぶ長いのでね、おはしょりが長くなっちゃいますけど、まあ、いいかな。気になるんだったらこうやって帯の中に すごいよね、この適当さ こうやって入れてしまえば別にいいかなと思います。こうやって後ろもね、こうやって入れちゃえば気にならないと思うんですよね。気になるならシワだけこうやって脇に寄せればいいじゃん いいじゃん とか言ってるけど、もうそういう調整の仕方でね、いいと思うんですよね、別に。そんな神経質になるようなものでもないかなと思います。それぞれね、やっぱり、ジャストサイズのものを着られるっていうのは、本当にありがたいことで幸せなことなので、私にはなかなか叶わないことなのでね、多少のこういう変動、流動的なものに関しては、こういうものなんだっていうふうに自分を納得させながら着てます。ね、今日は結構シックですね。見るとね。これぐらいの感じが好きです。今日のコーディネート好き。そんな感じで淡々と着替えるだけでしたが、ちょっとポリエステルとね、こう見た感じ、この辺にこうシワが寄る感じとか、ちょっとつるんと落ち感がある感じとかがね、なかなか伝わらないと思うんですけど、動画だと。こういうところとかね、こういうところとかね、見てもらえればいいかなと思います。違いは、布同士の摩擦の面で止まらないこと。あともう一つは、やっぱりシワがこういうところがね、寄りやすい。メリットとしては逆に背中のシワ、こういうシワですね。こういうシワに関しては非常に取りやすいです。もうちょっと引けばすぐ取れてくれるっていう、場所さえちゃんと間違えずに引けば。取れてくれますね。こういうところに関してはものすごく取り扱いがしやすい。あと軽いで洗える。で、今の時期だと静電気も来ないですし、時期に合わせて選んでいくのもいいし、あとはポリエステルでもいろんなポリエステルが出てるので、ポリエステルだからって最初から敬遠しないのもいいかなと思います。いろいろ試せることがあったらね、試しながら着てみてください。人が嫌っていうものでも、私は好きっていうものはあるかもしれないので、聞いて頭ばっかり大きくならないで、自分でできることを試してみるっていうのは一つの手かなと思います。では今日はこんな感じで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。